ありえないわ。日本人ってそんなに行儀が悪い人たちなの？そんなことないわよ。日本人はかなり行儀がいい人たちよ。マナーの良さということに関しては欧米の人間よりもはるかに素晴らしいと思う。本当に？フランス人女性による日本人の食事マナーにまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は日本人の謎行動の理由がやっと発覚。欧米の人には理解不能だった日本人の行動にはある驚きの訳があったの話題です。海外、やっと謎が解けた。皆さんは海外の人たちが食事をしている様子を見て違和感を感じたことはありますか？食事のマナーは国や地域によって様々です。その国では当たり前のことであっても他国の人たちから見れば行儀が悪いと感じてしまうということはよくあること。そして海外の人たちも日本人の食事風景を見てそれに不快感を感じてしまうこともあるといいます。今回ご紹介するのは、日本を訪れたフランス人女性が日本に根付いている私たちにとって当たり前のある食事の仕方に大きな衝撃を受けたというエピソードです。果たして彼女が衝撃を受けた日本人の食事の仕方とはどのようなものだったのでしょうか。早速ご紹介していきます。私はフランス人、飲食店で働いているわ。そんな私は最近あるものにハマっているの。その料理とは日本のインスタントラーメンよ。日本のインスタントラーメンってとっても美味しいのよ。日本のラーメンはもともとかなり人気が高いわよね。でもそれと同じように日本のインスタントラーメンも非常に素晴らしいのよ。麺も弾力があるし、スープは旨味がたっぷりで味のバリエーションも豊富。日本のインスタントラーメンはアジアンスーパーで手に入る場合も多いし、ネットで取り寄せることもできるから皆さんにはぜひ食べてみてほしいわ。そんな日本のインスタントラーメンの食べ方について私にはあるこだわりがある。その食べ方は欧米人の私たちにとっては馴染みがない食べ方だし、多くの人が不快感を感じてしまうものだと思う。しかし麺料理を最高に美味しく食べるためにはこの食べ方が一番いいの。私がこの食べ方を知ったのはこの前日本を訪れた時のことだった。私は最近日本に住んでいる姉を訪ねて日本に遊びに行ったの。姉は仕事の都合で日本に住んでいて、今は住み始めて3年程度になる。私が姉を訪ねて日本に行ったのはこの時が初めてのことだったわ。日本を訪れた姉と再会した初日、私は彼女と一緒に食事をした時、あまりの衝撃に面食らうことになった。その日私たちは姉の家で夕ご飯を食べることにした。日本に到着したのがもう遅い時間で、さらに長いフライトで私が疲れていたこともあり、外食はせずに家での簡単な食事で済ませることになったわ。長いフライトお疲れ様、お腹空いたでしょう。ええ、お腹ペコペコよ。何を食べさせてくれるの？今日の晩ご飯はとびきり美味しいインスタントラーメンよ。インスタントラーメン？日本の一食目がインスタントラーメンだなんて、なんだかかなり質素ね。仕方ないでしょ。明日からはいろいろと豪勢な日本料理が食べられるわ。それに日本のインスタントラーメンは絶品なのよ。インスタントラーメンが絶品？本当に？絶対嘘。そんなことないわ。食べてみたらわかるわよ。この日私は日本のインスタントラーメンを夕食に食べることになった。これが私が日本のインスタントラーメンにハマったきっかけよ。そして食事の最中、私は姉のラーメンの食べ方に衝撃を受けることになった。彼女のラーメンの食べ方は私を驚かせると同時に不快感を抱かせた。これが日本のインスタントラーメン？とても香りがいいわね。うん、今日は冷蔵庫に何も入っていなかったから具材はネギしか入れていないけど、それでもとっても美味しいわよ。そうなのね。じゃあ私が味をしっかりと評価してあげましょう。私がそのラーメンを食べようとした時、姉の方から食事中とは思えない音が聞こえてきたわ。え、何？今のズルズルズルって音。私は気味が悪いズルズルズルという音に驚き姉の方を見た。すると、なんと恐ろしいことに、彼女はラーメンを音を立てながらすすって食べていたの。その様子を見て私はなんだかおぞましいものを見たような気分になってしまった。お姉ちゃん何してんのよ。
何？どうしたのよ。あんたも早く食べなさい。そんな食べ方をしている人を目の前にして食欲なんて湧かないわよ。食べ方？そうよ。なんで音を立てながら麺をすすって食べているの？信じられない。麺はこうやって食べるものでしょ？はあ？誰にそんなこと教わったのよ。こんな食べ方はあまりにも行儀が悪すぎるわ。行儀が悪い？確かにそうよね。私はすっかり欧米のマナーを忘れていたわ。私もすっかり日本に染まってしまっているみたいね。欧米のマナーを忘れていた？ってことは、その変な食べ方は日本で身につけたものなの？そうよ。日本人たちは麺を食べるときにこうやってすすって食べるのよ。そうなの？信じられない。なんと姉が言うには、麺をすすって食べるというおぞましい食事の仕方は、日本では当たり前のものなのだそうだ。私の中で、日本人はとても行儀がいい人たちだというイメージがあったため、この事実は衝撃的なものだった。ありえないわ。日本人ってそんなに行儀が悪い人たちなの？そんなことないわよ。日本人はかなり行儀がいい人たちよ。マナーの良さということに関しては、欧米の人間よりもはるかに素晴らしいと思う。本当に？マナーのいい人間がそんな食べ方をするとは思えないんだけど。マナーというのは国や地域で異なるわ。欧米の食事マナーと日本の食事マナーは違って当然よ。日本ではこれが普通なの。お姉ちゃんはよくこんな変な食べ方に馴染めたわね。今思い出したら、確かに私も最初は驚いたわ。でも私の場合は長期で日本に住むことが決まっていたからね。欧米との違いはどんどん受け入れて吸収していこうって決めていたから。それにこうやって食べた方が麺料理は美味しく感じるのよ。この食べ方の方が美味しい？食べ方を変えただけで美味しさが変わるなんて信じられない。むしろこんな行儀の悪い食べ方をしてしまったら味が落ちてしまいそう。そんなことないわよ。騙されたと思ってすすって食べてみなさいよ。いやよ、絶対に私はそんな食べ方しないんだから。私はこの麺をすするという食べ方をすんなりと受け入れることができなかった。そしてこの時私はラーメンをすすらずに食べた。それでも私は十分にそのラーメンの味を楽しんだわ。あら本当ね、日本のインスタントラーメンって確かに美味しい。私が知っているフランスのインスタント麺とは全然違う。そうでしょ？日本の食品はかなりレベルが高いのよ。それはインスタントラーメンだけじゃなくて、すべての食品に言えることよ。素晴らしいわ。スープに深みがあってとてもいい。言われなければ到底インスタント食品だなんて思わないわ。でもすすって食べたらもっと美味しいわよ。やめてよ。私は絶対にこんな食べ方はしないわ。私はこの時、日本のインスタントラーメンの味に感動しながらも、日本特有の麺をすするという食べ方には最後まで否定的だった。しかし少しだけ、姉のすすって食べた方が美味しいと感じるという言葉が引っかかっていたわ。このラーメンがもっと美味しく食べられるというなら関心が湧かないはずがない。ただ私はこの食べ方にチャレンジする勇気は出なかった。しかし、この翌日、私はこの日本特有の麺をすするという食べ方の理由を知り、大きな衝撃を受けることになった。次の日、姉は私を蕎麦屋に連れて行ってくれた。蕎麦は日本の伝統的な日本の麺料理。その麺は蕎麦粉を原材料として作っている。蕎麦粉はガレットの原材料だから、フランス人の私にも馴染みがあるわ。この時私たちは蕎麦の最もシンプルでポピュラーな食べ方であるザル蕎麦という料理を注文した。これは冷やした蕎麦を麺つゆと呼ばれる漬けダレにつけて食べる料理よ。この料理は姉も日本に来て初めて食べた料理で、今では彼女の大好物になっているらしい。私はザル蕎麦に期待を抱きながら注文をした後料理がやってくるのを待っていた。するとこの時姉が私にある説明をしてくれた。その説明とは、なぜ日本人たちが麺をすすって食べるのかについてだった。ねえ、この店で料理を食べている周りの人たちを見て。周りの人たち？ああ、みんなやっぱり麺をすすって食べているわね。もう、今まで気づかなかったのに変なこと言わないでよ。一度気づいたら、もう気になって仕方がなくなってしまうじゃない。ああ、ズルズル音が耳障りだわ。
日本の蕎麦屋ではこの BGM は当たり前なのよ。実は日本が麺をすすって食べるようになったのは、この蕎麦料理の文化が大きく関係しているの。蕎麦料理の文化が関係している？ええ、日本人が麺をすするようになったのは蕎麦を美味しく食べるためなの。どういうこと？まず麺をすするという行為をした時どうなるのかというと、料理と一緒に口の中に空気を含むことになるわよね。やったことがないからわからないけど、でも確かにそうなりそうね。こうすることで蕎麦の香りをより楽しむことができるようになるの。空気を一緒に含んだ方が香りが感じられるの？ええ、そうなの。空気があると口の中でより風味が広がるからね。例えばワインのテイスティングを考えてみると分かりやすいと思うわ。ワインのテイスティングもズルズルと音を立てて飲み、口の中でワインと空気を混ぜ合わせ風味をより際立たせるわよね。なるほど。ワインのテイスティングも口の中の空気が鼻に抜ける時の香りを確認するわね。麺のすするっていうのもそれと同じってことなのか。蕎麦は風味豊かな麺料理。そして一緒に出汁なども楽しむため、蕎麦料理は味だけでなく、風味の良さもかなり大きなスパイスになるのよ。日本人って料理を繊細な部分まで楽しむのね。そこまで計算した上での食べ方なのね。それからすするという食べ方は、麺を素早く食べるためという理由もあるわ。蕎麦がもともと日本で流行しだした200年程度前の時代は、主に屋台で食べられるファストフードだったの。そして麺は茹で上がった瞬間からどんどん伸びていき、味や風味はみるみるうちに落ちていく。そこですすって食べることで、コシがある麺を素早く食べることができるというわけ。なるほど。確かにいちいち箸で持ち上げながら食べるよりも、すすり上げて食べた方が早く食べることができるわね。また日本にはかっこよくて美しい粋という概念が存在する。昔の日本ではこれが今現在の日本以上に素晴らしいものとされていたわ。そして屋台で立ち食いで素早く美味しい食事を済ませるという、この蕎麦をすすって食べるスタイルは粋だとされたのよ。粋か。フランス人の私たちには十分に理解できるものではないけど、歴史的な背景もこの食べ方には理由があるのね。そうなの。当時の立ち食い蕎麦屋台は庶民の味だとされていた。逆に昔の上流階級たちはとても上品で丁寧な食べ方をしていたみたい。それに対する庶民たちのアンチテーゼ的なかっこよさもあったと言われているわ。お偉いさんたちと俺たちは違うんだぜ、みたいな感じかな。確かにそれはなんとなくわかる気がするわ。理屈はあまりわからないけど、なんとなくかっこいい感じがする。日本人が麺をすすって食べるのにはこういった理由があるの。どう？せっかく日本に来たんだからチャレンジしてみない？私は日本人が麺をすすって食べる理由を姉から教えてもらった。初めてその食べ方を見た時にはただただ不快だったけど、理由を知るとその気持ちはあまりなくなったわ。抵抗感が完全に消えたわけではないけどね。日本人が蕎麦をすするのは風味をよく感じ美味しく食べるため、そして粋という日本独自の文化が由来となっていたのよ。そして私が姉からそういったレクチャーを受け取ると、ざる蕎麦が運ばれてきた。さあ、あんたもすすって蕎麦を食べてごらん。わかったわ。とりあえずチャレンジしてみる。私は麺をすすって食べるということにチャレンジしてみることにしたわ。箸で麺を持ち上げ、それをつゆにつける。そしてそれを口に含み、口から垂れ下がった蕎麦を勢いよくすすり上げる。このざる蕎麦という料理はとても美味しい。でもすするのはちょっと難しいわ。麺をすするというのは慣れていないとかなり難しい芸当よ。私は姉のように麺をずるずると綺麗にすすり上げることはできなかったわ。それから麺をすすっているとなんだかいけないことをしているような気持ちになって、そわそわした気分になっちゃう。まあ私も最初はうまくすすれなかったわよ。でもこれがちゃんとできるようになると、麺をすすって食べるということがより料理の味を引き立たせるってことが理解できると思うわ。とても美味しいこのざるそばが上手にすすって食べることによってさらに美味しくなるのかと思うと、私は麺をちゃんとすすれるようになりたいと考えるようになったわ。そしてこの時の日本滞在では、様々な日本の麺料理を食べて、その度にすすって食べることにチャレンジしたわ。
そしたら少しだけ上手に麺をすすれるようになってきた。上手にすすれるようになってくると、本当に料理の風味をより感じられるようになったし、麺を美味しい状態のまま素早く食べることができるようになってきたわ。それを実感してから、私は今後は麺料理はすすって食べようって決めたの。そして私は今では日本のインスタントラーメンをよく食べるんだけど、その時には必ず麺をすすって食べるわ。麺料理はすすって食べると何倍にも美味しく感じる。マナー的に抵抗のある欧米人は多いと思うけど、ぜひこの食べ方はみんなに試してみてほしいわ。麺料理の新しい一面に出会えて感動すること間違いなしよ。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。すすることは蕎麦やラーメンを楽しんで口にしていることも意味している。スープや麺の熱さを軽減することもできるしね。テイスティングに例えられると今まで理解できなかった人も納得できるね。やっと謎が解けたよ。すする行為は子供の頃から禁止されているから、やっぱりフランス人の自分には抵抗があるかな。だけど日本にいるなら日本の文化を尊重して日本人のように生活していきたいわね。蕎麦を全部食べた後に蕎麦湯を頼むことも忘れないでね。すごくヘルシーだしおすすめよ。麺をすすろうとするとスープを吸っちゃっていつも咳込んじゃってたんだよね。だからもう麺をすするのは諦めたわ。日本に来たばかりの時はラーメンやそばをずるずるとすすりながら食べるのはありえないなと思ったよ。母国にはアジア人もたくさんいたけど、日本人ほど勢いのある食べ方をする人を見かけなかったからね。そもそもニュージーランド人はすすれない人が多いかも。つまりそばはすすらないと本当の味わいを楽しめないってことなのね。こういうのは日本人に直接聞かないと、どうしても外国人にはわからない事柄だな。以上が海外の反応です。私たちが何気なく過ごしている日常も、一歩外に出れば非日常。国が違えばタブーになる行動があるようです。日本人が麺を食べるときに必ずする音を立ててすする行為は、日本人ならではの食べ方であり、海外の人たちにとっては不快に感じられる場合もあるようですね。この日本人の麺の食べ方には、麺料理をより美味しく食べるためであったり、歴史的な背景なども関係しています。この食べ方は、食べ物や液体と空気を一緒に口に含み、固形物や液体を口の中に残し、空気だけを気管に送り込む動作になります。これは慣れていかないとかなり難しい動作になり、幼児や高齢者、また神経系に障害を抱えている人が行うと事故を引き起こす可能性があり、医師によると無理にこのような食べ方をするべきではないとしています。ですからこれに該当する人はぜひとも気をつけてくださいね。現在海外では日本のラーメンがかなり流行っていますから、ぜひ海外の人たちにも日本流のこの食べ方にチャレンジしてほしいですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本っていいね。